天理教の教祖中山三木様がお姿を隠された明治20年陰暦正月26日に由来する立教178年の春季大祭が1月26日中山禅師心柱様祭主のもと天理教教会本部神殿で執り行われました。一定一つに進める所存でございます。心柱様の祭文奏上に続いて神楽勤め手踊りが務められ寒空も厭わず帰り集ったおよそ7万人の参拝者も共に御神楽歌を唱和しました。その後神殿講話に立たれた心柱様は春季大祭を務める意義に触れた上で来年迎える親様130年祭へ向けての実動について言及。お言葉を胸に収めた参拝者一同は世界助けに真実を尽くす決意を新たにしました。